70年代の大人気ドラマ、時間ですよの、隣のマリちゃんで大ブレイクして、一躍、国民的アイドルとなった、天地真理さん。まさに、昭和のアイドル歌手の先駆者的存在でした。ですが、今では、姿を一切見かけなくなりました。一体、どうされているのでしょうか。気になるので調べてみることに。天地真理さん。出生名は斉藤真理。1951年11月5日生まれの69歳。埼玉県の出身で、最終学歴は国立音楽大学附属高校卒業。実は、天地真理さんが2歳の時に両親が離婚し、母親と共に埼玉から東京へ移り住んでいます。小学校5年生の時、母親に買ってもらった。アップライトピアノがきっかけで音楽に目覚めた天地真理さん。ちょうどその頃は空前のピアノブームで、ピアノが大好きだった天地さんは、1964年に国立音楽大学附属中学校に進学。そのまま同附属高等学校ピアノ科に進学するも、手が小さかったこともあって声楽科に移っています。同時にプロ歌手になるためのレッスンを始めた天地真理さん。高校卒業の4月に芸能界に飛び込み、伝説の番組ヤングセブン2王に出演したことが芸能界へのきっかけとなります。デビュー当時の彼女のキャッチフレーズは、あなたの心の隣にいるソニーの白雪姫や、可愛いアヒルちゃんと呼ばれていました。テニスウェアやテンポの良い振り付けは、まさに当時のアイドル歌手の手本となりました。そして1971年に大きな転機が訪れます。それはある番組のオーディションでした。そのオーディションとは、大人気番組時間ですよの銭湯松の湯の従業員役のオーディションでしたが、残念ながら最終審査で不合格となります。しかし選考時に天地さんを見たある人物によって、彼女の芸能人生を決定づける奇跡が起きたのです。その奇跡を起こした人物とは、主演で女優の森光子さん。彼女の進言で、本来の台本にはなかった新しい登場人物が天地さんのために用意されたのです。それが堺正章さん演じる松の湯のケンちゃんの憧れの隣のまるちゃんが出演し、1分少々の出演だったにもかかわらず、その天真爛漫な可愛さで一躍脚光を浴びることに。隣家の2階の窓辺で白いギターをつま弾きながら、恋は水色を歌う天地さんの美しいファルセットは今でも思い出します。同年、アイドル歌手として水色の恋をリリースするや、いきなりオリコンチャート第3位を獲得し、売上枚数は80万枚を超える大ヒット。鮮烈なデビューを飾ったのです。1973年まで小さな恋、一人じゃないの、虹を渡って、若葉のささやき、恋する夏の日と、オリコンシングルチャートで5曲が1位を獲得するなど、ヒット曲を連発。虹を渡っては春の選抜高校野球入場行進曲に選ばれるなど、空前の天地真理ブームとなったのです。同じく1971年にデビューした南沙織さんと小柳ルミ子さんと共に3人娘と呼ばれ、さらに人気に拍車がかかりました。1972年から自身の冠番組のマリちゃんシリーズが始まるだけでなく、同年、虹を渡っての同名映画で映画初出演も果たしています。同年の一人じゃないのは、数々の受賞をする中で第14回日本レコード大賞でも大衆賞を受賞。その時の司会は偶然にも森光子さんでした。まりちゃんなんですよ。2階のまりちゃん。もう夢のようです。と司会そっちのけで喜ぶほどだったとか。NHK 紅白歌合戦には72年から74年の3年連続出場と、わずか数年で名実ともにトップスターとなりました。その他、3万人の予定のイベントに
10万人のファンが殺到したり、ブロマイドの年間売上枚数が女性部門で1位を獲得する人気ぶりで、いろんなキャラクターグッズが出回りました。中でもブリヂストンサイクルの女の子向け自転車ドレミマリちゃんは、当時の女の子たちの羨望の的となりました。日本中を自分色に変えた天地真理さんですが、1977年突如芸能活動を休止してしまいます。甲状腺機能不調などで緊急入院したまま、その後2年半も休業してしまったのです。後にインタビューで、この真相を人気の低迷に悩んでいたことが原因でうつ病になったのだと吐露しています。それでも苦悩を乗り越え、無事芸能界に復帰した天地さん、実はこの苦しみの最中、この人からこんな言葉をかけられていたそうです。人気を上り詰めた者は必ず落ちていくことを覚悟しなさい。この言葉をかけた人はもちろん彼女を芸能界に誘った森光子さん。天地さんはその言葉を聞いてこくりとうなずき泣きじゃくったそうです。優しくも厳しく母のように接する森光子さんにどれだけ励まされたことでしょう。森さんはライブなどに飛び入りで参加するなど、常に天地さんを見守っていたそうです。だからこそとにかく歌が好き、私には歌しかないと思っていましたと語り、復帰できたのかもしれませんね。しかし1980年シングル初恋のニコラはヒットせず、写真集や著書の発売、ラジオ番組のパーソナリティや俺たちひょうきん族にもレギュラー出演して芸能活動を続けていきます。そんな彼女の私生活はというと、1986年には一般人の男性と結婚をしています。その男性は2歳年上で、当時都内でカフェバーを複数経営する会社の専務でした。翌年娘の真帆さんを出産しますが、1996年に結婚生活にピリオドを打ちます。原因は夫が働かないことや DV があったからとも言われています。その後一度だけ52歳の時に会社社長の男性との再婚宣言もしましたが、結局実現しませんでした。天地真理さん、アイドル時代の月収は300万円もあったと言われています。ですがそんな天地さんをある癖が苦しめ続けることになったのです。それはアイドル時代もその後もあればあるだけ使ってしまう浪費癖。なぜそうなったのかというと、アイドル時代のマネージャーから、スターはいいものだけ着るのは自分への投資だ、そう言われたことがきっかけだそうです。その浪費癖がたたって、今は貯金もなく破産寸前とまで言われています。だから結婚した年にアダルトな活動をしたのも仕方なかったのかもしれません。そんな天地さんは現在神奈川県川崎市にある高齢者向け施設で暮らしています。1ヶ月の家賃は14万に、食費が4万円。驚くことに、その費用の一部をファンクラブが捻出しているそうです。現在も心優しいファンに愛されている天地真理さん、以前お金の使い方をめぐって娘の真帆さんとの関係が悪くなったことも、今は真帆さんがお金の管理をして小遣い制なのだというその金額とは、なんと週に6000円ほどなのだとか。元トップアイドルと考えると少し寂しい気もしますが、そうするのが一番なのでしょう。そんな娘の真帆さんもかつてはミュージカルアニーのオーディションに合格した経歴があるほどで、一時期は芸能活動をしていたそうです。現在は天地さんが暮らしている施設の近くに住んでおり、スクリーンコンサートの企画やファンクラブの制作の CD プロデュース、 SNS を使った天地さんの情報発信までこなしていらっしゃるのだとか。施設に入所しても芸能活動を続けている天地真理さん、2011年には代表曲の一人じゃないのが
東日本大震災復興支援のチャリティーソングとして、大勢のそうそうたるメンバーによる歌唱が、iTunes で配信が開始されたり、渡辺プロダクションに眠っていた秘蔵写真のカレンダーを限定300部販売したりとか、往年のファンにはたまらないでしょうね。あなたはどう思いましたか？昭和の歌謡界に大きな足跡を残した隣のマリちゃんこと天地真理さん、いつまでもあの温かい笑顔を見せてほしいものですね。